ベルベージュのノラです。本日もオンラインサロンアップされる商品をご紹介いたします。サイズ金額状態のお問い合わせの方はベルベージュウェブスターの方によろしくお願いします。これから紹介する商品が9月の23日夜の21時にアップされる商品になります。詳しくは下の概要欄に貼っているのでそちらチェックしてみてください。まず T シャツからいきます。こちらポパイのオールオーバーの T シャツですね。タグの方がこちらタルペックスのタグになっていて、サイズが XL の表記になっております。こちら 100% コットンのボディでオールオーバープリントになっております。かなりインパクトありますね。袖にも入ってるっていうのもすごいいいかなと思います。で裏面にもプリント入っていてこちらになっております。はい、状態としても使用感こそはありますけども、大きなダメージなどは特に見られないです。 XL の表記でかなり、僕は大きめに着用ができるようなサイズ感になっております。こちらでお値段の方ですね、9800円に消費税になります。続いてこちらもいい T シャツですね。タグの方はこちらピーナッツのタグになっていて、サイズ表記の方がですねちょっと記載がないっていうところですかね、になっております。でこちらも 100% コットンのボディですねに、チャーリーブラウンのプリントが施されてあります。こちらも袖の方にもプリントが入っていてすごいいいですね。で裏面ですね、こちらの方に、無地のタイプになっております。でこちらもですね、ちょっとしたこういったリブのところです、細かく見ていくと少しポツポツっていう風にありますが、全然着用に困るようなダメージっていうのは見受けられないです。でこちらもサイズ表記ですね、あるとすると XL あるんじゃないかなと思います。僕も全然ゆったり着用ができるようなサイズ感です。こちらの方もお値段が9800円に消費税になります。続いてシャツですね。こちら D のこちらのタイプになっております。サイズはミディアム表記になっております。60年代頃のボディですかね。でグレーボディにこちらのワッペン貼られていてっていうところですね。でサイドの方にはしっかりマチもついております。はい、で裏面に関してもこういった感じです。ちょっとした薄じみがこの辺にあるかなっていうぐらいですけど、ダメージこそ少ない状態ですね。でサイズがミディアムというところです。僕は、ジャストめなサイズ感で着用ができると思います。こちらの方でお値段の方が9800円に消費税になります。続いてヴィンテージセットですね。こちらタグの方がこちらピルグリムのタグになっていて、サイズがミディアム表記になっております。で前部位のグレーボディですねになっております。でリブも長くて50年代頃ですかね、すごくいいポイントだと思います。まあ、状態としてこういったペンキ飛びだったりとか少し薄い汚れがちょっとまだ残っていてっていう状態にはなります。裏面もこういった形ですね。特にダメージこそは少ない状態かなと思います。はい、でサイズが、ミディアム表記というところではあるので、ちょっと縮みも少し出ていて、僕は若干小さく感じるサイズ感かなと思います。そのちょっと袖の方もですね、こちらの方も少しシミが残っている状態でした。こちらでお値段の方が 15,800 円に消費税になります。続いてこちらプリントものですね。タグの方がちょっとこちら残ってるんですけども、サイズが L 表記ギリギリ確認ができるというところですね。で青ボディの前部位のボディです。で、プリントがラバーで3段入っております。はい、で状態としてですね、この袖、肩の付け根のところですね、少し生地が弱っているところと、あとはこのリブのところですね、ポツポツっていう風にダメージがちょっとあるぐらいです。はい、あとはサイズもかなりいいですね。L 表記というところですが、そこまで縮みが出ていないのかなと思います。まあ、僕でも全然着用ができるかなっていうぐらいのサイズ感になっております。はい、こちらでお値段の方が 15,800 円に消費税になります。続いてこちらのプリントものですね。タグの方がすみません、欠損しております。ネイビーボディにこちらプリントの方ですね、フロッキーの表面が剥がれたプリントだと思います。でちょっとダメージがポツポツとあります。このプリントの隙間とかにもありますね。でネイビーボディ その焼けてる感じも出ていて、かなり雰囲気が仕上がってるのかなと思います。はい、ちょっと腰リブのつなぎ目とかも少し危ないところが数箇所あるかなっていう印象ですね。でサイズ表記あるとすると、こちらミディアムかなと思います。ちょっと僕は少し着用は難しいサイズ感にはなりますが、小柄な男性だったり女性にもすごくおすすめな1枚です。こちらでお値段が 12,800 円に消費税になります。続いてこちら、ハーフジップの襟付きのタイプですね。タグの方がこちら、ちょっと欠損しておりますね。でジップの方がですね、こちらのボータンを使われております。で白ボディの襟付きハーフジップというところです。で状態としてですね、特にダメージというダメージは見当たらないです。そしてバックにこの手書きのものですね、が入っております。はい、で少しシミが、このフロント部分ですね、ちょっとしたシミが薄地味残ってるかなという印象です。でサイズ表記あるとしたらですけども、そうですね、L 表記かなと思います。ちょっと僕が少しぴったりになるかなというサイズ感だと思いますね。こちらの方でお値段の方が 19,800 円に消費税になります。続いてリバースイーブですね。
こちらタグの方が、90年代刺繍タグの XL 表記になっています。ちょっとその下の部分だけ切られちゃってますね。でこちら、目付きのタイプですね。で特に状態としてもダメージというダメージは大きいところは見当たらないですね、はい、サイズも XL というところで、まあ、かなり、需要のあるサイズ感かなと思います。こちらでお値段の方が 12,800 円に消費税になります。続いてこちらもリバースユーですね。タグの方90年代刺繍タグのミディアム表記になっております。ネイビーボディにリブラインが入るタイプですね。の切り返しになっております。そして目なしですね。珍しいです。また状態としてですね、こちら袖の方に少しリペアですかねが施されている状態になります。はい、バッグは特に何も問題なくてところですね。サイズがミディアムっていう表記なので、ちょっと僕は、ピッタピタの感じになるかなと思います。こちらでお値段の方が 15,800 円に消費税になります。続いてこちらプリントものですね。タグの方がこちら80年代トリコタグのラージ表記になっております。エンジボディにラバープリントですね、ハーバードのプリントが入っております。このかなりかすれてる雰囲気すごくいいですね。またそれもあってちょっとリブの方ですね、少しポツポツっていう風にダメージが来てる箇所はあります。でそのエンジボディの焼けてる感じもあってっていうところですね。かなり雰囲気いいです。また袖の方ですね、袖の入り口って言ったらいいんですかね、この辺も少し擦れてる箇所がありますね。こういった感じになっております。サイズが L 表記というところですね。まあ、トリコの L、かなり人気もあるのかなと思います。僕もちょうどよくサイズ、ちょうどよく着るようなサイズ感になっております。お値段の方がこちら 19,800 円に消費税になります。続いてこちらですね。この雰囲気ですね。タグがこちらも80年代トリコタグの XL 表記です。でこちらもエンジボディですね。にラバープリント2段で入っていて、このプリントの雰囲気もかなりかっこいいと思います。でただこれに関してもですね、首元のリブが少し、裂けてるところ。見られますね。またそれ以外というところはかなり状態はいいのかなと思います。はい、でサイズも XL という表記ですね。この辺は僕もゆったりと着用ができるサイズ感です。こちらでお値段が 15,800 円に消費税になります。続いてこちらのプリントものですね。タグの方がこちらも80年代トリコタグの XL 表記になっております。ネイビーボディですねにラバープリント1段で入っております。この書体珍しいですね。でそのネイビーボディの焼けてる感じあるんですけれども、特に大きなダメージにつながっているところはないかなと思います。サイズも XL 表記で僕もゆったり着用ができるようないいサイズ感です。 XL でもかなりなんか大きそうなサイズ感ですね。いいと思います。こちらお値段の方が 15,800 円に消費税になります。続いてこちらですね。タグの方がこちら90年代刺繍タグの L 表記になっております。ネイビーボディに、胸にワンポイントノートルダムのラバープリント入っております。そしてバックですね。こちらにも ND ノートルダムのプリント、このひび割れすごいいいですね、雰囲気が。はい、で状態としても特にダメージなどもなくいい状態です。でサイズが L 表記なので、この辺は僕もちょうどよく着用ができるサイズ感になっております。お値段が 15,800 円に消費税になります。続いてベストですね。こちらになっています。サイズ、すみません、タグがこちらになっておりますね。サイズ表記の方はちょっと見受けられないです。でウールのボディですねにネイティブ柄が入っていて、背中にもドカンと入っています。はい、でウールのボディですが、状態として特にダメージっていうダメージは見受けられないですね。はい、でサイズ表記あるとすると SML で言うと、そうですね、 L 表記ぐらいの感覚ですかね。まあ、僕も全然着用できるようなサイズ感です。こちらの方でお値段の方が 15,800 円に消費税になります。続いてこちら同じようなものなんですが、オルテガのものになっております。サイズが42の表記ですね。でこちらもちょっと先ほどのものより一発薄い黄色のボディですね、にネイティブ柄、こちらも入っております。はい、まあ、多少の毛羽立ちとかは見受けられるんですけれども、特に大きなダメージ自体は少ないかなと思います。サイズ表記も42というところで、僕も全然着用には困らないサイズ感です。こちらの方でお値段の方が 25,800 円に消費税になります。続いてこちらダウンベストですね。タグがこちら WRL のものになっております。サイズが XL の表記になっておりますね。でこちらも映像で伝わるかと思うんですけど、かなり状態です。ピンピンの状態ですね。ロッキーマウンテンのような、ナイロンの生地にレザーの切り返しになっております。めちゃめちゃ配色もいいですね。これはいいと思います。サイズも XL っていうところで、ほとんどの方は着用できるんじゃないかなっていうサイズ感です。めちゃくちゃいいと思います。こちらの方でお値段が 15,800 円に消費税になります。続いてフリースのベストですね。パタゴニアのこちらのものになっております。タグがこちらの方ですね。サイズが L 表記になっております。でこちら
てか今日紹介するフリースなんですけど、めちゃくちゃ程度いいです。このフリースの状態もう水が通ってないぐらいのキュッキュッてなるやつですね。めちゃくちゃピンピンの状態です。でサイズが L 表記っていうところなので、僕も全然着用には困らないサイズ感です。すごくおすすめですね。こちらお値段が 12,800 円に消費税になります。続いてこちらレトロ X なんですけれども、タグがこちらです。サイズが L 表記になっております。でこのタグの感じを見ても分かると思うんですけど、これも水通ってないと思います。めちゃくちゃもうこんなフリースの状態、多分本当見たことある人少ないんじゃないかなと思います。サイズも L 表記というところで、こちらも僕は全然大きめに言ったり着用ができるサイズ感になっております。こちらの方でお値段の方なんですが、 29,800 円に消費税になります。続いてこちらもレトロ X ですね。タグの方がこちらになっていて、サイズが L 表記になっております。そしてこちらのタグも残っている、本当も正真正銘のデッドストックの状態です。それもあって、まあ、ちょっとしたよこのホコリとか少しついてる部分はあったりしますけども、もう全然もうすごい、とにかく状態がいいです。サイズも L 表記で、こちらも僕はゆったり着用ができるサイズ感です。こちらでお値段が 39,800 円に消費税になります。続いてこちらですね。タグの方がこちらになっております。サイズが XL の表記になっております。でフルジップのパターンですねになっていて、これもめちゃくちゃフリースの状態いいですね。ほんとピンピンです。でサイズも XLというところで、こちらは先ほどものよりも一発大きく着用できるサイズ感です。こちらでお値段 25,800 円に消費税になります。続いてセーターですね。こちらラルフローレンのセーターになります。サイズは M 表記になっていて、 100% ウールのボディですね。で黒ボディに白のボーダーみたいな感じでちょっと柄が入ります。でこちらに関しても特に大きなダメージ自体は見られなく、本当状態いいと思います。サイズがミディアムというところですね。僕もそんなめちゃくちゃ大きくってわけじゃないですけども、着用ができるようないいサイズ感だと思います。こちらでお値段の方が 15,800 円に消費税になります。続いてこちらもいいですね。タグが WRL のものになっています。サイズが XL の表記ですね。でこちらも 100% ウールのボディですね。でフルジップのもので黒ベースでエンジのラインがリブに入っております、はい、でこれも状態めちゃくちゃいいですね。全然問題になるようなものは見受けられないです。サイズも XL でかなり大きめに着用ができるサイズ感になっております。こちらでお値段の方なんですが 19,800 円に消費税になります。続いてこちらですね、 WRL のものになっております。タグがこちらにもつくんですけれども、こちら WRL っていう記載があって、内側の方ですね、こちらリバーシブルになっております。で内側にワッペンがついていたりとかっていうディティールなんですけども、こちらのポケットの内側ですね、こちらにタグがついてサイズが XL の表記になっております、はい、でこれも程度はかなりいいですね。ピンピンの状態です、はい、でサイズも XL という表記ですし、僕はかなりダボッと着用ができるサイズ感になっております。こちらでお値段の方なんですが 25,800 円に消費税になります。続いてこちらも WRA ですね。タグがこちらになっております。サイズが XL の表記になっております。でこちらボタスタのタイプですね。バーシティのボタンタイプになっ なっていて、でこちらもついていて、本当もう当時の新品の状態ですね。胸元にワッペン貼られていたりっていうところなんですけども、まあ、こういった加工ですかね、ユーズド加工になるんですかね、少しこのなんか色が少し汚れてるような加工になっております。かなり雰囲気出てます。サイズも XL という表記ですね、僕もゆったりと着用ができるサイズ感になっております。こちらの方でお値段なんですけれども、こちらで 29,800 円に消費税になります。続いてこちらも WRL ですね。タグがこちらになっております。しっかりアメリカ製のボディです。でこちら L 表記になっております。でこちらトップがスナップになっていて、ジッパーのタイプです。こちらのジップですね。でこちらも程度はかなりいいです、はい、このアジャスターの方とかもすごいディティールいいですね。でサイズも L 表記というところで、僕は大きめに着用ができるようないいサイズ感になっております。こちらの方でお値段が 25,800 円に消費税になります。続いてこちらはラルフローレンですね。タグがこちらで、サイズが XL の表記になっております。でレザーのスイングトップで、こちらもついているデッドストックの状態です。
この状態はなかなか見かけないんじゃないかなと思います。またちょっとですね、その保管時の、この肩の色焼けが見られるっていう印象ですね。はい。裏面もこういった形です。で、サイズが、XL という表記ですね。かなりダボっと着用ができる、大きめに着用ができるサイズ感だと思います。レザーの質感もすごくいいですね。こちらでお値段なんですが、29,800円に消費税になります。続いてこちら、チャンピオンのウールのジャケットですね。パーカータイプになります。着用はこちら、ランタグになっていて、サイズが XL の表記です。60年代頃のボディですかね。でジッパーはこちらのボータランを使われております。でエンジボディですね。に、胸にフェルトが貼られています。はい。で、ウールのものではあるんですけれども、状態はめちゃめちゃいいです。はい。でサイズも XL というところですね。この縮みっていう縮みもあんまり出ていなくて、僕でも全然着用には困らないような、なんか幅もしっかり残っていて、いいサイズ感です。こちらでお値段の方が29,800円に消費税になります。続いてバーシティジャケットになるんですが、タグがこちらですね。ゴールデンベアのタグがついております。サイズが XL の表記ですね。80年代頃のボディですかね。ダートマスクリーンの色味のボディに、袖がで、マスタードのレザーの切り返しになっています。で、胸に S のワッペンが貼られていて、バックはこちら、無地のタイプです。で、ちょっと焼けっていうのも少しあるんですけれども、このレザーの状態見ていただくと分かるんですが、かなり状態です。デッドストックなんじゃないかなっていうところですね。でサイズも XL というところですね。僕はかなり大きめに着用できるサイズ感になっております。はい、こちらの方でお値段なんですが、19,800円に消費税になります。続いてもこちらもゴールデンベアのものです。こちらの方になっていて、サイズが XL の表記になっております。でこちらボディがエンジのものですね。で袖が、オフホワイトのレザーの切り返しになっております。でこちらも同様に、程度めちゃくちゃいいです。はい。もうちょっと今日紹介の商品、本当程度がすごいです。でこちらも XL で僕はダボっと着用ができるサイズ感です。でこちらの方ですね、お値段が15,800円に消費税になります。続いて、こちらのジャケットですね。タグがこちらの方になっております。サイズ表記こちらの方にあったと思うんですけど、ちょっと読み取れなくなっております。でこちらもボディはウールですね。サイズ表記、そうですね、40から42ぐらいのサイズ感かなと思います。でボタンで開きのタイプになっていて、こちらのジッパーもあります。でこれも状態めちゃくちゃいいですね。多分水は通ってないと思います。まあ、少しその保管時の汚れとしてこういったのがあったりはするんですけれども、全然気にならない程度だと思います。でサイズが40か42ぐらいだとお伝えしたんですけど、僕も全然着用には困らないサイズ感ですね。こちらの方でお値段が19,800円に消費税になります。続いてこちらですね。LL ビンのタグがついております。70年代頃ですかね。サイズが L 表記になっていて、こちらもウールのシャツジャケットみたいな形になっております。はい。で、こちらに関してもですね、特に問題になるようなダメージっていうのは見受けられないです。すごく状態ですね。はい。サイズの L 表記で縮みも出ていないです。僕でも全然着用には困らないようなサイズ感になっております。こちらでお値段の方が9,800円に消費税になります。続いて、こちらですね。ダッフルコートになるんですが、グローバーオールのものになります。サイズがミディアム表記。で、イングランド製のものになっておりますね。でキャメルの色味になっていて、こちらですね。まあ、ダッフルのこちらの方についております。で、これに関しても特に状態は問題なく、かなりピンピンの状態だと思います。サイズがミディアム表記というところですね。まあ、僕も全然、ゆとりを持って大きめに着用ができるサイズ感になっております。この辺でこちらですね、お値段が19,800円に消費税になります。続いてミリタリーのものですね、ユーティリティジャケットになります。タグの方は欠損しております。で、そのボディの焼けてる感じとかもあったりはするんですけども、大きなダメージ自体は見受けられないです。まあ、袖の入り口が少し擦れてるかなっていうぐらいと、あと襟の方ですね、こちら、ちょっとリペアが施されている状態ではあります。はい、ちょっとこの辺が少し硬いかなっていう印象ですね。でただこれに関してはちょっとあえて裏面を今見せてなかったんですけれども、ワッペンがこういった風に貼られていて、もう裏面にこれだけ豪華にワッペンが貼られてるっていうのもかなりかっこいいと思います。まあ、少しですね、3個ぐらいですかね、こういった待ち針で留められてる状態っていうものがあったりして、ちょっと、気をつけていただきたいなっていうところです。
で、サイズ表記あるとするとなんですけど、こちら38、40くらいのサイズ感かなと思います。まあ、僕がちょっと T シャツ、なんか薄めでちょっとビタッとなるかなっていうサイズ感ですね。こちらの方でお値段の方が 39,800 円に消費税になります。続いて、こちら N1 デッキジャケットですね。タグの方がこちらになっております。サイズ表記40の表記ですね。で、こちら、この字止めの40年代のボディになっております。ボタンですね。ちょっと変えられてるものも何個かあったりはするんですけれども、プラスこちら、ジッパーが破損しているっていう状態ではあります。トップがなくなっておりますね。で、このボディの汚れっていうところと、今かなり雰囲気仕上がってます。袖の方とかもこういった感じでダメージ、リペア、施されていて、もうすごい完成形ですね、これは。で、バックにステンシルも入っていてっていう雰囲気です。はい。サイズが40の表記ですね。僕は中薄めであれば全然着用できるサイズ感になっています。この状態込みってところですね。お値段の方が、こちらで 29,800 円に消費税になります。続いてこちら、ブーツを一足紹介します。ミリタリーの、着火ブーツになりますね。で、こちらデッドストックの状態になるんですけども、内側ですね。ちょっと見づらいかもしれないです。こちらに記載があって、サイズが8の表記だと思います。そしてこちらの方ですね、ちょっと僕の親指のところなんですけど、67年会計のものになっております。はい。でも、インソールとかもこういった感じになっていて、もう本当、デッドストックの状態です。まあ、それもあって、ソールのヘリとかも全くない状態ですね。はい。めちゃめちゃいいと思います。こちらでお値段の方が 15,800 円に消費税になります。続いて、ちょっと今日のパタゴニア、ほんとすごい、さっきのフリースもそうだったんですけど、めちゃくちゃこっちからもいいです。まずシティレインコートからですね。タグがこちらで、サイズはミディアム表記になっております。パタゴニアの名作ですね。めちゃくちゃいいと思います。球数もほんと少ないです。状態としても特にダメージなどは見受けられないです。細かいところで言うと、ちょっとこの辺の薄い汚れが少し残ってるぐらいですね。もうそんなの関係ないぐらいに僕はいいなと思ってしまいます。サイズがミディアム表記というところですね。まあ、僕は、少し大きめに着用ができるサイズ感になっております。で、こちらフードもちゃんと完品でついていて、フードの方にもしっかりタグが、こちらですね、ついております。めちゃくちゃいいと思いますね。こちらの方でお値段の方が 19,800 円に消費税になります。続いて、こちらオールタイムシェルになりますね。タグの方がこちらです。サイズがミディアム表記になっております。こちらも水は通ってないんじゃないかなっていう、めちゃくちゃバッキバキのコンディションです。すごくいいです。で、この辺だと中のシールが結構剥がれちゃうと多いんですけど、これに関しては全く脇回りだったりとか問題なく着用できる状態です。はい。めちゃくちゃいいと思います。サイズミディアムっていう表記なので、こちらも僕は多少大きめにゆとりを持って着用できるサイズ感になっております。でこちらの方でお値段が 49,800 円に消費税になります。続いて、こちらダスパーカーになります。タグの方がこちらですね。サイズがユニセックスのミディアム表記になっております。で、こちら黒ボディで状態としてですね、この、多分この顔周りに当たる部分が少し汚れている状態ではあります。ただボディの状態ですね、少しまだパンパンに詰まっていて、かなり状態はいいと思います。はい、ちょっと袖の部分がですね、少しこの左袖ですね、この辺が若干スレがあるかなっていう印象です。はい、ただサイズもミディアム表記ですね。僕も全然着用には困らないような、いいサイズ感になっております。こちらでお値段の方が 29,800 円に消費税になります。続いてこちらもパタゴニアですね。タグの方がこちらになっています。サイズが XL の表記になっています。この紙タグを見ていただいても分かると思うんですけど、これもめちゃくちゃ程度いいです。で黒ボディで、こちらのピスニーは入ってるんですけど、もうこのピンピンの状態、めちゃくちゃいいです。はい。で、サイズも XL です。この辺は多くの方が着用できるんじゃないかなっていうサイズ感です。めちゃくちゃ程度いいですね。こちらお値段の方が 25,800 円に消費税になります。続いてパンツ類ですね。こちら、ベーカーパンツを紹介します。タグの方がこちらですね。サイズはニッパチニックの表記になっております。72年会計のものになっていますね。でこちらボタンフライのタイプで、デッドストックの状態になります。はい。保管時のダメージとか汚れっていうのも、そこまで大きいものは見受けられないです。細かく見ていくと、この辺に少しテープの跡とかですかね、ちょっとしたのがあったりするんですけども、洗濯で薄くなっていくかなと思います。う
実寸のサイズがですね、ウエスト27インチのレングスが29インチになります。まずデッドストックからちょっと洗いをかけてっていうところで、ちょっとこの辺、少し縮むことも考慮すると、女性にすごくおすすめなサイズ感かなと思います。こちらでお値段が15,800円に消費税になります。続いてこちら501の赤耳モデルですね。501の、ウルトラメンですね。パッチがこちら1501になっていて、3638表記になっております。で、赤タブもしっかり残っていて、こちらチェーンステッチですね。でトップボタン裏、こうなるんですけども、この向きですね。524の刻印になっております。で、まあ、状態として見ていきたいんですけれども、まあ、股下は全く問題なさそうです。レングスの方はですね、こちら38表記だったところを履き上げがされている状態になります。もちろん耳がついております。ちゃんとチェーンステッチで上がってますね。で、その丈上げされてっていうサイズ感が、ウエスト35インチ、レングスが30インチになります。逆にいいサイズ感だと思います。はい、こちらお値段の方が12,800円に消費税になります。続いても、赤耳モデルですね。こちらも501になっていて、裏面ですね。こちらパッチ残ってはいるんですけど、ウエスト32インチの表記。で、レングス29インチですが、ちょっとレングスだけ読み取りづらいです。で赤タブが残っていて、こちらもチェーンステッチになっています。トップボタン裏ですね、この向きになります。524、こちらも524の刻印になります。で、こちらも状態見ていきたいんですけれども、股下、ちょっと擦れてる部分はありますが、問題なく履けます。で、太もも部分から、ちょっと膝の間ですね、ちょっとダメージが1点あって、で、左膝ですね、こちらの方には少し横糸が残ってるダメージあります。で、レングスの方はですね、こちらオリジナルかなと思います。当たりの出方もすごく雰囲気いいですね。実寸のサイズになるんですが、ウエスト31インチ、レングスが27インチになります。このサイズ感はなかなか探して見つかるところじゃないと思いますね。オリジナルでレングス実寸27インチ、めちゃめちゃいいと思います。お値段の方が19,800円に消費税になります。続いてこちら、ラングラーの 11MWZ になります。タグの方ですね。こちら内側に刺繍のタグが入っております。50年代ですね。サイズ表記3236の表記になっております。で、ちょっとこちら状態を見ていきたいんですけれども、ちょっと一番説明しなきゃいけないのが、これジッパーのヘッドが飛んでるっていうところですね。ちょっとこれに関しては履く方は、リペア、ジッパー交換が必要かなと思います。で、また下に関しては全く問題なさそうですね。で、色落ちも良くて、まあ、この辺ですね。少し細かいリペアが施されてあります。で、あと裾付近に関してもちょっとした擦れがあってというところですね。レングス自体はこちらオリジナルのものかなと思います、はい。で、裏面に関してもこういった形ですね。すごいいい色に仕上がっている一本かなと思います。ちょっと裾付近だけですね。こちらの方にちょっとしたリペアが施されてあります。で、実寸のサイズ感がですね、ウエスト32インチ、レングスが35インチになります。この辺身長高い方、足長い方とかに合わせていただいてもいいですし、ロールアップした方も全然ありかなと思います。こちらお値段の方が59,800円に消費税になります。続いてこちら、ちょっとリーバイスに戻ります。こちら501501になりますね。パッチがこちらです。ちょっとかすかに残っていて501501の確認が取れます。ウエストが31ですかね。で、レングスが32の表記かなと思います。ちょっと読み取りづらいですね、正直。で、赤タブがこちら欠損はしております。もちろんシングルステッチですね。で、トップボタン裏、こちら、もちろんウエストシングルになっていて、ちょっと刻印読み取りづらい状態ですね。で、V ステッチがかなり深いというふうになっております。でも、パッチの確認ができてというところもあるんですけど、こちら、カン抜きがずれてるというところですね。で、状態として見ていきたいんですけれども、まず太もも部分、リペアが施されてあります。また下の方もですね、結構しっかりリペア施されております、はい、で、左の太もも部分もそうですし、あとはまあオイル汚れですね、この辺に全体的に縦落ちと一緒に入っております。裾付近に関してはこちらがオリジナルのレングスですね、はい、で、実寸のサイズ感になるんですけれども、ウエストが30インチ、レングスが29インチになります。この辺僕がめちゃめちゃいいサイズ感で履ける一本ですね。この501の話、かなり少ないと思います、玉数。こちら、お値段の方、98,000円に消費税になります。
そしてこちらリーバイスの 507WX、 通称セカンドですねになります。こちらパッチの方がちょっと怖いんですけれども、こちらに残っております。でサイズ表記こちら38ですかね、表記読み取れると思います。ちょっと上の方、上の部分だけ少しも外れちゃってます。そしてかなり色濃いですね。で赤タブもしっかりこちら両面タブですね残っております。こちらの方ですね、ちょっと1点ポツッとダメージきたんですかね、少しリペアされてあります。この色味はだいぶいいと思います。裏面に関してもこういった形ですね、めちゃめちゃ濃いです。なんかもう色がちょっと濃いっていうか少し黒っぽいような色になっております。すごくいいですね。襟元に関しても特にダメージっていうダメージは見受けられないです。はい、サイズ表記が38っていうところなので、ちょっと僕は正直 T シャツ1枚でもちょっと着用難しいぐらいのサイズ感です。このサイズ感着れる男性めちゃくちゃおすすめです。こちらでお値段の方が69万8000円に消費税になります。明日9月23日金曜日ですね、うちの遊歩道店の1周年の入荷になっております。めちゃくちゃすごい内容になっていると思いますので、そちらの方も皆様ぜひ足を運んでみてください。よろしくお願いします。